すいません、お願いします。すいません、突然。いいえ、とんでもない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ご案内いたします。連れに勧められた R1、 飲み干して綴るパス1、 こういうとこ来ると意外と痛くなる。あ、すいません、お願いします。ストレスは溜まって金は溜まんねえ、マジで溜まったもんじゃねえ。シャープなサンシャイン、シノノ、ダーティーな感じですないですか？どうしますか？まあ僕があのステージに立ってこれがかかったら、あ、なんか難しいなって思います。確かに後半が聞いたことないですよね、あんまり。あと早く秋になんねえかなと思ったですね、このトラックを聞いて。このトラックでですか？このトラックで俺は秋を感じました。はい、四季感じてるんですか、全部今まで。俺は全部四季を感じるね。うん、はい、はあ、結構蜂と蝶とか。ああ、秋ですね。秋なんですね。 MOP のあのアンティアップとか。ああ、でもアゲアゲかつでも割とこうゆったりしてるもあったりして、でやっぱなんかどこか涼しげな秋ですね。秋多いですね。共感できる人いるんですかね。あらい、でこれでセッションするという感じ。これでセッションで8-2みたいな。8-2。一応先攻後攻のじゃんけんだけしてもいいですか？最初はグーじゃんけんぽい、あーいこうでしょ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 、あいこでしょ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 、高校で。ああ、結構長かったですね、ここが。結構、ね、続くもんだね。あ、まあ、そうです。はい。イエーイエー、まるでこれはクラシックみたいにダーティーな、そう感じを醸し出してる。まるでオーケストラ、小説の中に情熱のバラ咲かすような感じ。イエー、さっきも言ったけどまたタクマにかます。まぶたが閉じる前に俺は起きてる間何をすべきか。今日はここに来て地下でサイファーしてるような感じだぜ。ライマーとしての会話成り立ってるかどうか。イエー、2、3。いや、ライマー、ウェイクアップ、おはようの挨拶、殺伐とした空気、それは苦手、情熱のバラ。いや、俺は花を咲かそうとしてるやつを花から花で笑うつもりなんて全くないから。バリ方上げる右肩、俺は平らな道じゃねえが進む塔の昔腹はくくってる。いや、これは変わらねえ俺のスタンス、肌はイエロー。いや、バチスタ、トイレのドアは閉めろ。いや、トイレのドアは閉めろ。大分事件思い出すぜ。いや、そんな感じ、あれはいつの話か知らない。現れてる怠惰な性格、そして生活につながってきて習慣ってのは瞬間から始まる。つまりこれはハビット、まあ何でもいいぜ。ライムをこのビートに落とすで愛情を込めてライドン。いえ、つまり乗りこなす、何を果たす、それは知らないけど俺はこのバースで終わり、後悔のないようにしたい。 Yeah、これでバチのバースが終わったなら、あとは俺は言いたいことを言って締めるだけだぜ。ドレッシング部屋に持って上がるな、丼部屋に持って上がるな、全部うちのマダファカー。 Yeah、 あとはなんだ、人の唐揚げとか人のカップヌードル、黙って食うな。 Yeah、 これが俺からの言いたいことだぜ。 Yeah。いや、むずいっす。むずいっす。嫌な人は嫌かなっていう。ここまで展開ガラッと変わるのは珍しいですよね。いきなり初見でこれ聞いてってなると、うわーってなるっすね。このバトルビートはありかなしか、どうですか？僕は苦手です。僕
はチェンジ&チャレンジっていうことで、ああ確かにバチンと決まったらめっちゃかっこいいと思うね。結構季節でいうと秋かなっていうのは。俺はあんまその四季を感じないですけど、このトラック聞いた絵結構なんて言うんだろう、不気味というか いい意味での感じあったんで、まあ、強いて言えば秋ですけどね。あーない、意見が一致したところでじゃあちょっと、はい、お願いします。お願いします。不可解なトラックの上で俺はラップをかましているような感じだぜ。まあ何回やっても俺は常に思ってる言葉をそのまま直感のままに口から放り投げるような感じだぜ。でも飛び道具を持ち込むことは一切なく裸一貫、裸一貫、習慣の主観ひっくり返した瞬間ツバツバ飛ばしてくツバったぜ。いや俺は見とけは超えねえ、等身大でかっけんじゃ仕方がねえ、筋金入り入り組む迷路まるでシャンプーリンス、すってんコロリン、ここはラビリンス、ラビリンス、またシャンプーリンス、俺にもあるぜラップのイズム。いえつまりは b ボーイイズム、不可能可能にするミッションインポッシブルみたいな感じだぜ。アンストッパブル、止まることなくラップオーガズム、俺はしっかり敏感なるまでフリースタイルを醸し出す。いや醸し出せ誰かのカモになるより、俺はカモメのよう上空に飛んでく宙を舞った、純度 100% 言葉の UFO キャッチャー。いや純度の底上げ、俺はライムの度数それを上げれ、度数を上げてドスンと構えるけど、この後トラックにどうするかが重要。よよよよよよよ、始めます。じゃあせーので、ありかなしかをバチバチさと言いたいと思います。せーの、足あれ、はい、え、ありかなしか、うん、ありかなしか、うん、なんか足って今日なし。じゃあもう一回、もう一回います。せーの、なり、僕はちなみになりって言いました。なりって言ったんすか。ありかなしで、なりとなり、はい、まあなんか中間かなっていう、なんかもっとドラムがあったら嬉しいなっていう、ドラムがもう少しあったらなりからあり。なんかさっきのビートもめちゃかっこよかったんですけど、さっきのビートより好みでこっちの方が、はい、なんかなんていうんですかね、だからありかなしかってなると、で俺さっき梨のジュース飲んだんですよ。で思ったよりもなんか食感がなんか強くてザラザラしてて、だ俺はあれはもうちょいなんかすっきり飲めたらいいなって、はい、思いました。果肉入りじゃなくて、うん、なんかもう少し果肉がちょっとなんかゴロッとしてて、さっき飲んだ梨のジュースは、だその梨のジュースのゴロッと感がもう少し減ったら逆にありなのかなって、はい、食感がドラムってことですか。どドラムが、え多分本当にあと一人まともな人がいた方が良かったと思うんですよ僕。あのもう一個あります。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、あの3曲も申し訳ないです。いい、全然、yeah. せーの、あり。シンプルにこのトラックで曲とか書きたいなって。超かっこよかったです。肩にはめて肩付けて右肩を上げる俺のやり方シュールな